ボンジュール、プロスカッシュ選手の小林陽生です。最近ですね、コロナの影響で PSA の大会がやってないもんで、そろそろ皆さん PSA の試合の観戦不足になってるんじゃないでしょうか。はい、ということで今回は僕、こちらで練習パートナーのビクター・クワン選手、賞金の PSA の賞金動画でも紹介しました、出来すぎくん、ハーバードに通いながら世界44位、この選手と、練習試合をやってみました。僕のマニアックな解説付きでご覧ください。オニバ流星チャンネル、テーマはスカッシュ。さあ、1ゲーム目始まりました。大事な1点目、いつも1点目ってなんかお互い慎重だからラリーが長いんですよね、なんか様子を見合うっていうか。お、なんかここまではいい感じなんだけどな。ニック甘っ。もう完全にしょぼいニックで劣勢の感じになっちゃいましたね、俺。めっちゃ楽に決められちゃった。まずビクターの、プレースタイルはちょっと紹介すると、とにかくオーソドックス、ベーシックなプレースタイルの選手で、体が小さいんですけれど、その分こうショットセレクションとか、あとはなんだ、ディフェンス力、こうロブでしっかり時間を作って相手をティーに戻ると、それがとにかく上手い選手ですね。リスクが少ない、とにかくハーバード行ってるだけあって、ショットセレクションもいいのかな。性格がね、普段からもう超真面目だから、その性格がスカッシュに出てる感もあるけど、あんまりこう遊びがないっていうか、ちょっと僕と正反対なプレースタイルの選手です。僕は逆に遊びすぎちゃってね、もうそれで自分で悪いショットセレクションの、処理をしないといけないというね、それで走らせまくっちゃうっていうパターンが多いからね、ちょっと頑張って直さないといけないんですけどね。ストレートローブとかうまい。うわ、ボーストうまっ。きつとにかくこうちょっとずつちょっとずつ攻められちゃってますね。ボーストのワーキングボーストの使い方うまいし、ミスなんてボール届いてるのにティーン当てちゃったからな。
完全にちょっともう今の時点でベーシックゲームで差をつけられて、点差も払われて、さらに体力をめちゃ削られてるというきついです。1ゲーム目からこれはもう、これを5ゲームやるとなるともうメンタル的にまず先に終わっちゃう感じですね。これはなんとかしないと。点だったらドロップむずいからストレートだね。短い、全部短い。そう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 、ドロップが必要。打ってもストレートドロップで2本連続攻められちゃって、完全に PSA 44位と87位のベーシックゲームの差が現れちゃってますね今。でもやっぱこの辺の PSA トップ50、60とか以上のレベルになってくると、とにかく自分のストレートクロスが短い、もしくはなしっかり長くて、自分がティーにいてもコースがあんまり良くないと、その度にさっきのストレートドロップだったり、ワーキングボースト、あとは速いストレートクロスで抜かれてしまって、もうコースがとにかく悪い度に攻められますね大体。こういう感じ。チャー、ロブ下手。だいたいボレーされちゃうんだよな。今のも短くて角度があったから。ちょこっとショートストレート入れられちゃってるし、アンラッキー。あ、サーブのリターンが甘い。あ、そう、サーブのリターンでちょっと思い出したんですけど、とにかく甘いサーブ、こっちの選手とね、練習してるととにかく甘いサーブ出しちゃった時とか、めちゃめちゃニックストレートドロップでもう決めてくるんですよ。だからやっぱサーブって結構甘く見てる、見がちだけど大事なんですよね。で逆にレシーブの時に甘いサーブが来た時は積極的にニックとか速いストレートクロスでラリーの最初から攻めるっていうのは結構大事なんですよね。と、大学の時のコーチマーティン・ヒースから言われてました。
だから逆にレシーブも、レシーブするときにボーストで返すとか弱いストレートで返すとかもう論外だぞって言われてたんですよね。なぜならもうそれをやってしまった時点でそのラリーは劣勢な状態から始まってしまうから、とにかく、レシーブの時に立ち位置をもうちょっと気持ち 1,2 歩ね、前に立って、積極的にボレーしなさいと教えられてました。予選のうまいですね、ビクター。今のはもう完全に前半の疲れと17というなんかちょっとメンタル的に厳しくて簡単にゲームを与えてしまいましたね。ヨセちゃんしっかりって感じですね。もうウィナー3本に対してミス4本、1ゲームの3分の1強ミス、そりゃ勝てないですね。対するビクターはウィナー6本に対してミス3本、もう理想な、なかなか理想な比率ですねこれ。はい、ミスはなるべく1ゲーム3本以下に抑えたいところです。では2ゲーム目頑張ろう。よし、2ゲーム目、1ゲーム目のリベンジなるか。やっぱ1ゲーム目はとにかくストレートクロスの差で体力もメンタルもこう削られちゃったんで、おい今のは見つけダメですね。まあなのでとにかく1ゲーム目の反省を生かしてストレートクロスを長めにもうちょっと積極的にロブもね、高いボールも使って自分がティーにいようと考えておりましたが、果たしてうまくいくか。流してくれたのラッキーだ。ああうまい。やっぱショットセレクションなんだよな。今のもなんかこうチャンスだからこう点数が欲しいって欲が自分とかはね、あとは普通に PSA のトップ100位くらいのレベルでも欲が出ちゃって強いストレート打ちがちなんですけれど、ビクターは結構弱めで2バウンド目でね後ろで死ぬように、そういうなんていうんですかね、ショットセレクション力加減も大事ですよね。ボールだったけど中途半端なボレーストレートだったな。
甘い。読まれてます。1ゲーム目よりはストレートクロスいいけど、まだ not good enough ですね。あー甘っ、ストレート甘い今の。クロスのレシーブもちょっと荒いです。疲れが出ています。やっぱこのゲームもね、ちょっとレシーブから劣勢な状態でラリー始まっちゃってることが多いから、結構意外と見落としがちなサーブレシーブ意識しないとダメだな。今のワーキングストワークなんですね。ちょっと調子が良くなってきたぞ。Not bad, not bad. Ama, そこストレートでしょ。ちょっと決め急いでる感が明らかに出ちゃってますね、これ。疲れが原因で。ドロップがちょっと浮いてるね。ちょっとやっぱこうやって無理してドロップ打っちゃうと、どうしても体重移動とかがね、しっかりボールに伝わんないから、ボールドロップ浮いちゃうんですよね。やっぱディフェンスするときロブがうまいと、相手がセカンドアタック、サードアタックって続けてね、連続アタックができなくなるから、メンタル的にも攻めてるのにうまくいかないっていう、あのメンタル状況になるんで、守りながら攻めてるみたいな、
僕がうまいと。今何しようとしたのね。ドロップストレートボーストで迷っちゃいましたね。2連続の変な失点でちょっと切れてますね、私。ボーストはね、こうやって読んだときはカウンタードロップをとにかくちょっと相手を走らせるワーキングドロップ的な感じで使うといいですよね。ドロップってやっぱり壁に寄せやすい、一番寄せやすいボール、ショットなんで、うまく対応すると、この今のビクターみたいにうまく対応していくとかなり相手を楽に攻められるんですよ。いいぞいいぞ、ドロップ得点2点目。今気持ち的にはサービスラインぐらいで打ったんだけどな、手にいっちゃったな。ちょっとコントロール考えて後ろに配球しないと。うわっ、きついです。短い。このビクターの意地でも後ろに行かせねえぞ。18から3、4点はフォアで取りましたね、今。このビクターの意地でも後ろにボール送らないぞっていう、ボレー、積極的にボレーする姿勢ね、プレッシャーなんですよね、結構。このゲームはミスの割には、ウィナーがたくさん取れたから良かったですけど、普通に18で負けてたし、ビクターの1ゲーム目と全く同じ得失点の比率、やっぱ硬いですね。普通に18で負けて、あれ1本ポンって取られたらもう終わってますからね。なかなかリスキーなゲームだったと思います。